はい、こんにちは。アルベル木工教室の辻です。だいぶ長い間、動画アップできていなくてお待ちいただいてた皆さんに申し訳なかったんですけれども、また今日からアップしていこうと思います。以前大きく分けて箱物、足物と家具は分かれますよということで説明させていただいたんですけれども、箱物こういう形で箱ができるようになりましたとなったら、次に付けたいものがあります。扉とか引き出し、棚板とかですね。で、今日はその箱物についての引き出しを取り付けるスライドレールの取り付け方というのをご紹介させていただこうかと思います。教室でいろんな会員さんがその引き出しをつけたいということで、もちろん、たくさん需要があるんですけれども、基本的におすすめしているのは金物でスライドレールを使う方法ですね。他にも昔ながらのやり方でタンスだったり小引き出し、日本の伝統文化のやり方で摺り算というものだったり吊り算というものだったりですね、そのスライドレール金物を使わないという方法もたくさんあるんですけれども、昔は長持ちするで、かつ自分でメンテナンスできるという前提のもとに木だけで作られることが多かったんですけれども、でも金物というものもだんだん発達してきました。昔はすぐ壊れてしまうとかいろんな話があったんですけれども、金物でいいのかなというふうに僕ら考えていて、教室でその引き出しを作りたいというような会員様には9割方ですね、スライドレールをおすすめしてます。ということで、今日はスライドレールを追っていこうと思うんですけれども、小さな箱があってそれを収める本体を作りたい。逆に大きい箱、こういう棚みたいなものを作ったけれども、ここに引き出しあったら便利だな。じゃあその中に入る箱をスライドレールで引き出し状にして、じゃあその箱自体はどれぐらいの大きさで作ったらいいのか、そういった方法ですね、考え方というのを説明していこうと思います。いろんなスライドレールがあるんですけれども、一番オーソドックスなのは横付けのものですね。他に上ずりのものだったり底付けタイプのものだったり、大きく分けて主にその3タイプのスライドレールがあります。で、どうやって選んだらええねんというふうに皆さんお悩みになるかもしれないんですけれども、僕らの教室でもう基本出るのはほぼこれです。この横付けタイプもう9割方これです。まず9割スライドレール金物をおすすめしていて、かつその数あるスライドレールの中でもこの横付けタイプしか出ません。すごいそのシンプルですので、これを覚えていただければ皆さんもご家庭で便利なその箱物収納家具というのを作れるんじゃないかというふうに思ってます。はい、でこれが今サンプルである、今ちょうど会員さんが制作途中のものですね。あと本当に前板を取り付けるだけというような形の収納ボックスになってます。これはキッチンに置くのかな。で、スライドレール実際に見てみましょう。こういうふうに本当引き出すとスルスルっと出てきてくれます。この方ももう入会してすぐに本当にこれを作っているというような形で、リスでどんどん作っていくというような形であれば箱物家具っていうのは結構簡単です。で、いろんなスライドレールがあります。これはボールベアリング式のものなんですけれども、よく昔皆さん、簡単なちょっと安い家具だったり、そのパソコンラックみたいなものを買うと、よくこうローラー型といってガシャンとガラ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 っていうちょっと安い音がするものもあると思いますね。そういったデメリットから基本はこのボールベアリング式のスライドレールというのを、おすすめしてます。で、値段も結構安いです。さっきネットで調べたら普通に、オンラインショッピングとかでも売られてますね。金額って言ってもこのついて大体700円から、1000いくらかなぐらいのものになってます。その中で1点注意点があります。こう今ガシャポンとこれ取れる形になっているんですね。はい、こうやって取れました。この取れる形のものを選んでいただきたいんです。作る過程でこっちに取り付けてこっちに取り付けてっていう方がとても楽なんですね。なので難易度を下げるためにこの取り外せる、式、大体そのスライドレール、ネットで買おうとすると取り外し可とかそういう形で書いてあると思います。スライドレールをおすすめさせてもらう理由が4つあります。1つは、スムーズで音が静かですね。そのベアリングを使っているので摩耗が少ない。もう一つは保持機能ですね。今またこういうふうに、引っ張るときにですね、ある程度の力でぐっと初めの力を加えてあげないとこう前に飛び出さないようになってます。これが摺り算とかだとよくあると思うんですけども、ちょっとこう少しこういう引き出しでポンと手が当たっただけで引き出しがスッとちょっと前に出てくるとか、そういうことがなくなります。それがメリットの第2点ですね。もう一つはオプションの機能になるんですけれども、プッシュオープンですね。カチッと押したら前に出てきてくれる。であとは手で引くだけ。昔は結構高かったんですけれども、最近は技術もどんどん進んで、かなり安価に買えるようになってます。あともう一つですね、セルフクロージング。これも、皆さん多分感動すると思います。その実際に自分で取り付けた引き出しがセルフクロージングですね。今ちょっとお見せできないんですけれども、これまた後でセルフクロージング実際に取り付けてみますんで、そちらでご覧ください。こうですね、ポンと押したらスーッピタリっていう風に止まってくれるというような、そういう機能も出てます。ということでですね、昔は、伝統技術で釣り算というものを、昔は使っていたんですけれども、今は僕らの教室では、金物のスライドレール、ボールベアリング式、横付けのものを一択で、おすすめしてますね。これ今この方はファルカタという桐の材料ですね。すごい安いもので作ってます。昔からその家具の引き出しにはホウの木がよく使われてました。あと桐ですね。じゃあなんでその引き出しにホウや桐が使われるかということで、ちょっと皆さん考えてみてください。いろいろその木の勉強ということで以前、動画もアップさせていただいたんですけれども、この作りには何が向いてるかみたいなものも、ちょっと少しずつ考えていただければと思います。その答えなんですけれども、霧とか帆というのは空気をたくさん含んで軽いです。でかつその中に空気をたくさん含んでいるということは反りづらいんですね。というのが空気の影響、湿度の影響というのを受けづらいので、こういう桐とか帆という軽い木が使われるというような形になります。だから皆さんもし DIY で作るんであれば、合板も同じ条件でその反りづらい、狂いづらいというのはあるんですけれども、合板だといかんせんやっぱり重くなります。で摺り算とかだとちょっと重いなっていう感じで、引き出す形になるんですけれども、こういうスライドレールを使うんであればその重さって軽減されるので、あんまりその影響されないんですね。そういう点からもこのスライドレールというのは DIY にもおすすめできるかなというような形で考えてます。スライドレールの工夫して考えなければいけないところは、前板でこのスライドレールを隠してやる。この時にもう1点だけ、今日ちょっと覚えておいていただきたいのが、初めの設計段階で考えておくことがあります。それが、インセットとかぶせ、どちらにするか。インセットの反対って小川君なんていう？かぶせね。そうなんです。僕ら、家具の人たちってこのインセットとかかぶせっていうのが、結構地域によっても違うのかな、一般的なんですけれども、わかんないです。かっこよくインセットって言うといて、もう一つはかぶせっていうのはちょっとどうなのかわからないんですけど、アウトセットなのかな、ちょっと調べてみようかな。はい、今調べたらアウトセットでいいらしいですね。だからうちらもかぶせはやめてアウトセットって呼びましょうはい、インセットとアウトセットというのがあります。ですね、インセットって何かというと、この柱の内側、本体の構造の内側に扉が収まる形です。逆に、アウトセットですね、かぶせの方はここの柱を隠してしまうというようなタイプです。インセットの利点は、この横から見た時にフラットに見えるというのが、インセットの利点ですね。この引き出しがちょっと1段前板分だけ奥に行くような形になりますね。デメリットはその前板がつきますので、その分引き出しの容量が若干縮まります。もう一つのデメリットなんですけれども、前板つけた後でいざ引き出しはスムーズに入ったぞと、前板じゃあつけました、しまいました。そしたら前板がここにガツンと当たってなかなか閉まらない。その調整をしなきゃいけない。こっちは今度隙間がたくさん空いちゃったけど、今度こっち側がキュッと寄っちゃったみたいな風に、インセットっていうのは調整がちょっとしづらい。楽にできるだけ簡単に DIY で作りたいという時にはアウトセットをおすすめします。で、アウトセットの利点の方はですね、例えばすっきりできるだけ箱を見せたい時っていうのは、ここインセットだとラインがいっぱいできるんですね。このライン、そして引き出しの前板との隙間のラインで、そう見ると結構ごちゃごちゃっとして見えてしまうと。で何にもなく平面みたいな風に見せたいっていう時にはできるだけアウトセットの方で前から見た時に線ラインを少なくしてやるというのがアウトセット。アウトセットのもう一つのメリットは引き出しの奥行きの容量が稼げるということですね。その分前に若干出てくることになるんですけれども、アウトセットの、デメリットですね。でアウトセットのデメリットってそんなに、あるわけではないですね。僕もアウトセットかぶせが好きで基本的におすすめしてます。なんですけれども、例えば、設計段階でちょっと、考えなければいけないというような形になります。で例えば、横にここら辺になんか柱があったとします。もしくは壁が他の家具が何かあったとしましょうか。でこれを本体の方をその家具の奥行きと作りましたよとなりました。そしたらいざ例えば奥行きが550センチですねの家具の隣に、じゃあこれも50センチにしました。でじゃあ扉をいざ閉めたら20センチ巻いた分20ミリ巻いた分ここが出っ張ってくると、わあこんなはずじゃなかったっていう風になる可能性があるので、設計段階でそのアウトセットにするのかもしくはインセットにするのかっていうのを考えておかなければいけない。もう一つ強いて言うなら、例えばこう上から埃がもしかしたら入りやすいとかそういうこともあるかもしれないですね。という形で、ちょっとその引き出しの考え方というのをざっと説明させていただきました。で次からはその横付けのスライドレールの付け方というのを説明させていただきます。じゃあ今日はそのところで、まず簡単な触りだけ説明させていただきました。それではまた次の動画楽しみにしてください。ではどうもありがとうございました。